中国の上海モーターショーで、またアメリカの電気自動車メーカーテスラに対する抗議がありました。これは中国で19日から開催されている上海モーターショーの会場内の映像です。テスラのブースで黒い服を着て黒いリュックを背負った男性が大勢の警備員に囲まれ連行されていきます。手には赤い横断幕が握られていて、中国メディアは男性が現場で何らかの主張をしていたと伝えています。テスラをめぐっては、同じ上海モーターショーの会場で女性が車の上に乗ってテスラのブレーキは効かないなどと大声で抗議する騒動が起きたばかりです。中国で人気のテスラですが、異常な加速があったなどとして消費者から苦情が相次いでいます。